見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は退職訪問指導を見学させてもらいましたというお話です。退職後訪問指導とは、入所者の退所に先立って退所後に生活をする居宅を訪問し、ご本人及びご家族らに対して退所後の療養所の指導を行います。退所時指導では、医療関係者がいない環境での生活であっても安心してその人らしい生活が送れるよう、ご本人やご家族に対して指導を行い、安心して暮らせる環境を作り上げることを目的に行っております。それでは今回、退所後訪問指導の見学をさせてもらいましたのでご紹介します。まずは施設を出発します。家までは車での移動となります。はい、お宅に到着しました。ここからがすでにもう退所後訪問指導の内容に入ってます。まずは最初の難所が見つかりました。玄関の石段です。25センチ程度あります。これを登らなくてはいけません。それが終わった後にも、玄関の前にも20センチ程度の上がりかまちがあります。靴を脱いで上がらなくてはならないですね。施設ではなかなか靴を脱ぐという動作がなかなかできなかったので、ちょっと苦戦しておりました。そして最大の難所です。階段昇降ですね。こちらの方は一人じゃ難しいので、ご家族の方にも指導が必要になります。ご家族の方にも丁寧に具体的な指導をする必要があります。それでは実際にやってもらいながら、2階までの階段昇降にトライしてもらいました。実際にやることで問題点が明らかになってきます。というわけで今回は2階登るの大成功になりました。ということで、今回は退所後訪問指導について動画にしました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。